こんばんは。5月13日水曜日、ニュースをお伝えします。はじめに今日の主な内容です。四川省凌山州の崖の上の村の住民84世帯344人が12日新居への移住を開始しました。 WHO 世界保健機関のテドロス事務局長は、5月12日の国際看護師の日にちなんで、世界の看護師に祝福と敬意を伝えました。番組の後半はトップハイライトのコーナーです。習近平総書記は12日に山西省大原市を訪れ、企業のモデルチェンジや感染症収束後の事業再開状況を視察しました。外交部の報道官は、王毅国務委員兼外交部長が13日に上海協力機構加盟国の外相によるテレビ会議に出席することを明らかにしました。以上、今日の主な内容です。はじめに、中国南西部の四川省凌山州にある崖の上の村、アツリエール村の住民84世帯344人が12日新居への移住を始めました。この村の移転は国の貧困救済プログラムの一環として実施されたもので、移転先は同じ凌山州にある昇格県の県庁所在地です。アツリエール村は大凌山脈における崖の上の村として知られ、中国で一番孤独な村と言われています。引っ越し先には電力やガスなどのインフラ施設が整っており、アクティビティセンターやガーデンスクエアも建設中ということです。また各世帯ごとに四川省政府から新しい家具が提供されました。現地時間11日、 WHO 世界保健機関はジュネーブで新型コロナウイルス感染症に関する定例記者会見を開き、テドロス事務局長は12日の国際看護師の日にちなんで、世界の看護師への祝福と敬意を伝えました。テドロス事務局長は、新型コロナウイルス感染症が蔓延する中、看護師は医療現場で命を脅かす危険にさらされながらも人を救っている。そして感染症が発生していない時でも、看護師は保健システムとコミュニティの間における架け橋である。これは看護師という専門職が現れてから変わらないことだと述べました。また、2020年は国際看護師と助産師の年である。もともとは盛大にこれを祝う予定だったが、新型コロナウイルス感染症によりオンラインのバーチャルで行うしかない。WHO とその他の機関は、国際看護師と助産師の年を2021年に延期することで合意した。さらに2020年以降の10年間を国際看護師と助産師の10年に制定することも決定したと示しました。なお、国際看護師の日は国際看護師協会により、ナイチンゲールの誕生日である5月12日に制定された記念日です。続いてトップハイライトのコーナーです。習近平総書記は12日、山西省大原市を視察しました。この中で習総書記は、山西転換型総合改革モデルエリア政務サービスセンターや、大鋼ステンレス精密帯鋼有限コンス、フンガ大原上空信用橋エリアを相次いで訪問し、伝統的製造業のモデルチェンジとアップグレードや、感染症収束後の企業の事業再開状況や、生態環境保護と汚染対策などの現状を視察しました。外交部の趙立堅報道官は12日、北京での定例記者会見で、王毅国務委員兼外交部長が13日に北京で、上海協力機構加盟国の外相によるテレビ会議に出席することを明らかにしました。趙報道官は、上海協力機構は重要な影響力を持つ地域的な国際組織である。この会議を契機に、各側が
団結と協力を強化し、各分野での協力を深め、感染症対策における国際協力や地域の安全維持と発展により貢献できるようになると確信していると強調しました。外交部の趙立堅報道官は12日、中国がオーストラリア企業4社から肉製品の輸入を中止することを発表しました。趙報道官は記者の質問に答え、オーストラリアのいくつかの企業から中国に輸出された牛肉製品に双方が合意した検査検疫基準を満たさないケースがあったことが中国税関の検査で明らかになった。中国の消費者の健康と安全を守るために中国はこれからオーストラリア企業4社からの肉製品の輸入申請を中止し、原因の徹底調査をオーストラリア側の関係部門に求めていると述べました。第13期全国人民代表大会常務委員会第53回委員長会議が栗戦書全人代常務委員長の主催により11日午後北京人民大会堂で開かれました。会議では第13期全人代常務委員会第18回会議が18日に北京で開催されることが決定しました。第13期全人代常務委員会第18回会議の重要な議題の一つは、まもなく開催される第13期全人代第3回会議の開催準備を整えることとなっています。以上、今日のニュースを民意評がお伝えしました。